走り、ポーズ、ストライク。左、一発だけの一発だ、一発だけの。チャンピオンを生んできた城南支部田端道場、このビデオは歴史に残る名選手たちを育て上げてきた広重剛師範によるチャンピオンへ通じる直伝バイブルである。ここを構えていて、ドーンとこれ入るよね。
京は大田区蒲田にある極真会館城南支部蒲田道場。連日行われる激しい特訓を熱く見守る男がいた。広重剛師範である。来るなのパンチだぞ今。来るなっていうそういうパンチだな。広重師範は1973年25歳で極真会館に入門、28歳で大会初出場という遅いデビューではあったが、第9回全日本大会で7位、第10回で4位、第11回で5位という実績を残した。後城南支部長に就任し、自らの実戦の経験を生かして後進の指導に心血を注いできた。その結果、世界チャンピオンをはじめ全日本チャンピオンなど数多くの名選手を育て上げた。広重師範は試合に向けて若手の指導に当たっていた。基本的について、蹴る、それだけでしょ。ついて蹴るんだけど、君の場合はついてない。ただ蹴りを出すために、タイミング取るために、ただトン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 手出してて、ただ蹴りだけで、で現実の試合になった時に、こんな効かないパンチいくら打ったって蹴りは相手避けるでしょ。実際これでドーンと来るから相手が蹴りが受けられなくなるんだってな。ところがそのドーンといったら蹴りがいかないんでしょうがないんだよ。ドーンといってダーンと蹴るのはこれが基本でしょ。ね、だから基本はついて蹴るっていう単純なことをきちんとやっていけばいいだけ。ね、だから足を見るなよ、目線決めろ。ただき足を見るな。伸ばせ伸ばせ、肩しか抜いて、抜けるから。
的にその発力っていう発想は教えてるわけだから、そう瞬間的に見たらパンと入っていく、パンと入っていかなくていい、パンパンと入っていければいいんだけど、近いから離れてれば腰が入ります、近いから入りませんってことになるんで、そうですね、上段の目がポンと入っていけと、ね、それでパーンといったらそのパーンとお前そこで飛んでみろって何遍も言ってるじゃないか、それをいきなりこう構えてて、いきなり構えてて、いきなりこんなことやってて、わざとして組手に関して細かくアドバイスする広重師範、しかしこのアドバイスも基礎がしっかりしていなければ教わる意味がない、普段の稽古こそが実践に通じる最も大切な秘訣である、基本を毎日正確に実行することこそ組手に強くなり、チャンピオンへの道の最短距離なのである。十分、ガッとこう締まりが効くんだ。対局その1、よー